はい、酒好きの新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイです。ネオ酒場のガリチューサワーです。これ最初見たときに、ね、ガリガリ君かなと思ったんです。ガリガリ君の、チューハイなんかなと思ったんですけど、これは、いわゆる、生姜ですね。岩下の新生姜エキス使用、アルコール度数 5%、生生、違う、生姜汁、0.2%、レモン果汁が 1%、期間限定です。原材料が、焼酎とレモンと、新生姜エキスと、生姜と、糖類と酸味料と香料と酸化防止剤です。大衆酒場を現代風にアレンジしたネオ酒場。こだわりの料理や、お酒が女性や若者に人気。そのネオ酒場で愛される新名物サワーの味わいを追求。と書いてあります。生姜のチューハイって、まあ、いわゆるジンジャーエール的な感じなんですかね。かなり珍しいですけど。どんなもんでしょう。乾杯。あ、ジンジャー。あー、これ美味しいな。ちょっと酸っぱい。まあ、生姜やから、あれなんか。ほんのりこの塩味のような。酸っぱいのかな？塩味っぽい。あの牛丼屋の、紅生姜を食ってるような感じです。これうめえな、なんか。いや、本当になんか、9月13日期間限定新発売。ガリチューサワー。これうまいぞ。なんか、レモンが効いてる、あ、レモンだな。多分レモンが効いてるおかげで、ちょっと酸っぱいような、まあ実際酸っぱいんだけど、生姜の酸っぱみみたいなのがすごいよく出てる。あ、これすごいかもしんない。意外と。しょっぱ酸っぱいチューハイっていうものは新しい。このジャンルね。あ、うまいな、これ。これ意外とまずそうに見えるけど、実際飲んでみると、ものすごいよくできてる。っていうか、リアルでこんなのはないと思うんですよ。こんな、なんか、生姜がこう上に乗ってるみたいな。ね。まあ、簡単に言うと、こう、チューハイを飲みながら、ちょっとガリ食いながら、みたいな。そんな感じの味。本当にリアルで生姜食ってるような。すげえよくできてる。香りもすごい、生姜の香りがすごい、バッチリするんで。あ、これはうまいな。これはよくできてる。これ個人的に言うとかなり美味しいです。うん。でもこれは好き嫌い分かれるかな。まあ、俺紅生姜が大好きな人間なんで、よく、まあ牛丼屋とか行ったら、紅生姜をバーってかけまくって食べる人間なんで、
そういう紅生姜大好きな人間だったら、これは本当に美味しいと思う。これはよくできてる。これは感心だね。これはすごいな。今までのチューハイのその、あれを。うわ、これ飲みながら生姜食いたいね。逆に。つまみとして。これ生姜食いたくなる。このネオ酒場シリーズは、塩レモンサワーがめちゃくちゃうまいんですよ。俺確か5つ押し付けたんですけど。これに匹敵するレベルだね。むちゃくちゃうまい。ああ。でもクリアトマトはあんまりそんなでもなかった。うん。まあ、塩レモンサワーは本当に美味しい。このガリチューサワーもうまい。このしょっぱ酸っぱい、普通チューハイって大体甘いじゃないですか。でもこれは、それを、すべて、その、一般常識をぶち壊した、っていうのかな。一般常識をぶち壊した、この、方面でものすごい、これは当たりなんじゃないですかね。うん。生姜の香りもしっかり出てるし。いや、これは久々の稀に見る傑作。傑作チューハイ。これはすごい。ぜひ飲んでもらいたいですね。2245です。これは久々に5、5募集しました。ご視聴ありがとうございます。